じるわね。桜内さんと対馬さん、アクアのみんなは、桜内さんとアクアのみんなは、アクアのみんな、衣装似合ってるか、スクールアイドル衣装似合ってるかな。舞台だとなかなかステージ上で難しい顔してちゃお客さんは楽しめない。楽しみながらパフォーマンスするために練習では完璧に。人の上に立つ女帝は日々責任感と重圧を感じているのではないでしょうか。女帝、難しい役ですね。ただ高飛車でも高慢でもいけない。対馬さんの自己紹介堂々としていたし、彼女らしさがしっかり盛り込まれていて